はい、どうもみさん、こんにちは、のぼるです。今日も、スカオの続きやっていきまーす。昨日が、何したっけ？そうだ。新しいっていうか、もう一回神殿、なんか行ってこいみたいな話で終わったんだったな。こっちだ。で、鍵手に入ったとこで終わったんだったっけ？だから次、奥行くとこからか。だからさ、いた。何今ちょっとじわるわ。で、ここ開けるとこからと。なんで開いとった扉がまた閉まっと。敵増えとるし。てか、あれか。開かないハートの器とかあったのは、あれが原因か。これがあるからか。開かないハートの器とかしら。開かない扉とかがあって、その先に、ハートの器とかがあったのは、これが原因なわけね。で？あ、でも奥行きゃいいんだよね。別に。あ、でもそれも閉まってんのか。別に普通に行けんでないのって思ってたんだけど。ここめっちゃ嫌いだったわ。なんで斜めに振ったのに横になってる。これはね、戻った瞬間がね、大事なんだよ。ね？どういうこと？こいつらはマジでなぁ。どうすりゃいいんだろうなぁ、こいつら。これ誰に使う？食らわねえんだろ。手前ぐらいなら、いける。いた。どうしたっけ？なんか、ゴリ押ししたよな、結局。あ、違う。あれだ。これだ。これでやったわ。これでこうやってやってさ。めぐせー。この、スカイウォード、火力ないからな。斬撃と同じでいいのね。強すぎる。ドブ斬撃を見たことない。え、硬い、か、え？まだ死ぬ？斜めにならんし。全然斜めにならんし、斜めでも。横に。見て、貫通した。あ、これさ、奥にもう一匹いたよね。結構、そんなことない。一回一回水平に戻して、こうしないと。横はむずいわ。さっきはこう振り下ろしたけどいいけど、このまま。あ、ほら。おーい。なんでお前だけそんなになんか入れか。あー、お前だけじゃなかった。オッケー。もう一曲に。痛い。ちょっとぶつけた。指いった、中指。ちょっともう中学してくれてんのに無視するから。ないか、どこ。ああ、微妙な距離にいんのか、あいつ。うわ、めんどくせえ。え、無理じゃん。マジか。どうしようね。意味ないね。おい、バカバカ。結局、ご利用したんだよな。これで進んでった気がするんだよな。ちょいちょいちょい。ちょいちょい。あー、喋れない。行ってくれ、行ってくれ。あ、え、何？嬉しすぎるやん。全然、倒す意味もなかったわ。ここなんだっけ？あれか。あれ、ここはこのまんまか。こいつらが初めてできたの。これだよ。いた？そんないきなり？痛いって！ちょ、待って。あかん。ちゃんと開けたとこでやろう。はい。
これで OK、 これで OK。 で一回削って、おっ OK、 OK。 でハートなくて、あーあった、あった、よし OK。 でついでに、あー惜しい、ハート3つ、うわでかい、3つはでけえなあ。こっちは、こっちはお金か。お、1ルピからの5ルピなんてことあるんだ。でこの先なんだ、なんだっけ、あれか、なんかいっぱいぶら下がるのがあるとこだっけ。あーそうやね、あこっち側とか来てなかったっけ、あれ思い出せない。いや来たよ、このジャンプをした記憶はある。うわ、弓ないんだって。お前らどこで拾った、それちょっと、うわん、おいどけよお前ら。あこれ狙ってくんの、そんな弓いいのお前ら、全然弓いいの。あるやん、あ許さんね。こう、玉よけ、玉よけ、玉よけ、エーペックスで培った玉よけ、玉よけ、ロロ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 ロ、痛い、むず、うまっ、エイムよ、ズルしてんだけど、あいつらは？エイムよすぎん？ちょ、待て待て待て、一旦どう近づこう、こう近づこう、こうだ、こうだ、こう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 、こうしてこうしてこうして、いけるやろ、うれし、完璧、神風だわ。で、あぶななななななな、オッケーオッケーオッケー、あーオッケーじゃない、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 オッケー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 じゃない、オッケーじゃない、オッケー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 、お前こ、くっそこんなところまで遠出したってのについてねえぜ。何は、どうやら先客がいたらしい。ここには水以外何もありゃしねえ。そんなもん欲しいやつなんでどこにいるってんだよな。俺はもう帰るわ。それじゃあな、水は欲しいよ。あれ、あはもう開くんだ。なぜかじゃあそんなにやらんでいいってことかって言って前回詰まってたけどね。ボス戦あんのかな、なんかありそうな感じするな、ありそうかな。ボスではねえな、これは。人に対して当たるんだよ、これのやつは。スタミナ回復して、もう、注目する必要もない。人に対してやったら、どっか当たってるから。これでいい。ただこれでいい。一旦ダメ。こうする。もう当たってるから。全員当たってるよ、バカだ。もう向きとかどうでもいいんですよ。ああもうほら一人死んじゃった、痛い、当たりに行ってるのどうすんの。よし、よいしょ、あなんだ、でもやる、あっマジ、もうこれ弾かれないからさ、痛い、マジめちゃくちゃ痛い、死ぬ死ぬ、分かった、ちょっと不真面目にやりすぎた、まあ、絶対あれでいいと思うけど、どうなんだろうね。でもなんかなんていうの、タイムアタックみたいな RTA みたいになってる人ってどうやって戦うんだろうね、ああいうの。ちょっと気になるよ。でも絶対さ、Wii のゲームだからさ、もう RTA とかあるはずだよね。いやでもな、RTA ってな、意外ともうこういうやつらって戦闘、なんかもう消したりするからな。あ、本当にもうなんか、なんでもありだもんね、RTA って。この前なんか、なんだっけ、64のマリオだったっけ、なんか別のゲーム開いて、最速 RTA みたいなことしてるやつあったよね。あれ見たとき、ちょっとさすがに、笑ったんだけど、笑ったっていうかもう引くよね。RTA するのに別のゲームまで使い出したらもう
それもう何のゲームのアレティやってるか分かんないよね。近くに聖なる水の反応あり、魔物のオーラが感じられないためここでのダウジングが可能です。ダウジングするまでもなく目の前行きゃいいだけじゃないのかな。これじゃないの。あ、それっていう限定があるの。え、本当に。あ、そこじゃなかったらダメなんだ。何それ。あ、でもそこだけ妖精いっぱいいる。こんなんじゃダメか。これさ、どうやったら出てくるの。こいつらって音色好きな人だよね。人って超だよね。まあいいや。これあーでも空き瓶でこいつら通っちゃダメなのか。はい、違う。ジャンジャジャジャン。ただの水にはない力を秘めている。なんでここ。この水が水流の水がめに入っていたものと同一である確率 95%。 水流の元へ戻りましょう。戻ってくれないの勝手に。うわー、めんどくせー。ちょっとカットしようかな。戻るまでカット。フロリア湖の内部にどうやって降りるんだよと思ったけど、穴開いてんのか。あー、ちゃんとしてるんだ地味に。なんかそんななんか穴とかなくて普通にいきなりこういうところに現れるんかと思ったらちゃんとしてたわ。こっち合ってるよね。こっちだったっけ。こっちだよな多分。待ってる。あ、なんか間違ってるような気もする。まあ、行ってみたと思います。やっぱ間違ってないこれ。あ、合ってるか。ちょ、ミス。こっちか。あ、どっちだ。どっちが正しい。わかんなくなっちゃった。あれ、これ。いや、こっち合ってるか。合ってるわ。何言ってんの。泡ください。ちょ。よし、こっちこれで、あそこに上がって、これもななんか直線で泳げないんだよな、あれと一緒。なんだっけ、痛い。ビートルと一緒でなんか直線やりにくいみたいなやつなんだな。これさ、俺あれ取り残してないかな、ワイヤーフック。まだ先だっていうのを見たような記憶はあるけど、どこで手に入れるかとかは見てないから分かんないんだよな。ダサいな、閉まらないグーおお、それは間違いなく聖なる水。本当に持ち帰ってこれたか。では早うこの亀に入れるのじゃ。仕方ねえなあ。雑。そんなちょろっとで足りるん。ねえ、そんなドラクエの錬金ガムみたいな。なんか既視感あるわ、それ、その出方。おお、力がみなぎってきたぞよ。そんな和服っぽい格好してんだ。和服っていうか中国っぽい感じなのか。見よ、この姿こそわらわの本当の姿。女神様よりこの地を任されし水流フィローネの姿じゃ。人間よ、わらわの言いつけ通り聖なる水を手に入れてきたこと褒めて使わす。女神様の試練を乗り越え、その水流の鱗を手に入れたのは偶然ではないようだな。こんな水持ってきただけでそんな褒めてくれるの。では約束通り聖なる炎へ導いてやろう。ついてまいる。だって俺がやったことをウォータークララと一緒だよ。あ、そこ開けてくれんだ。やったぜ。こいつのお腹ビッグブルーみたいな。ドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥ
めめこいつの服かっこかわいい。え、おー、すごーい、すごーい。そんな気合い入れてやることでもねえだろ。さあ、聖なる炎はこの先にあるぜ。滝に閉ざされていたとはいえ、長い年月を経て魔物どもが救っておる。だが真に女神様に選ばれしものであれば問題ないはずじゃ。お前とはいずれまた会うであろうが、せいぜい気をつけていくがよ。え、くれるっつったからついてきたのに道を教えてくれただけやん。これなんだあいつ、ろくでもねえな。楽しやがって。こっちの水の方が綺麗じゃん、透き通って。おお、水濡れてる。何を感じ取ったか。神殿入るときはいつもこんな感じか。まあ神殿ともちょっと違うけど。てかよかった、同じ神殿2回やらされるかと思ったらそうじゃなかった。さすがにね。何、趣味悪い。誰作ったのこれ。西の大石窟。大石窟って初めて聞いた。そんな日本語ある。石の洞窟で石窟で、これはでも水の神殿はやばいよ。絶対時間かかる。これ3パートぐらいになっちゃうかも。だぜ、危ないな。水の洞窟は本当に難しいんだから。出るだろ。何これ、え、何これ、完全にワイヤーでしょ。さすがにここで手に入るかな。これで手に入ってくれないとでも困るよな。とりあえず右は行けるとこな。なしだね。なしじゃない、これか。これが一応道か。あそこから来て左は何かあったっけ。左こそ何もない。水中にはもしかしたら何かあるかもしれないけど、とりあえずここ行ってみるか。ここなんだ。うわー、何がいるの。ただ出てるだけ、ただ出てるだけ。何これ、飛び降りちゃっていいのかな。うわー、嫌い。飛び降りちゃっていいのかな。あ、え、何それ、どういうこと。全部表に、表どっちが表か分かんないけど、全部ひっくり返せばいいのかな。え、何、うわー、楽しい。なるほど、面白い。こいつからもプルプル出る。なるほどね。で、これ全部ひっくり返せばいいんだろう、多分。そっち行く気はなかった。でも、むずそうだな、これ、地味に。今の感じ。ちゃんとできるかな、全部ひっくり返せば。うわぁ、で、ひっくり返しちゃったーってなりそうだよな。とりあえず、右攻めてみる。こんなん無理じゃない？この端っこのやつとか。あ、ちぎ、これさ、これでいけるの？あ、マジだ。これ、普通にさ、飛べばいいんじゃないの？あ、ミスった。おーさ、ここからさ、こうやって いけばいい。あ、いた！これトゲか。ダメージ食らうんだ。あー、痛い。無理か。無理か。あ、これ。まあ、いいや。普通に正直にやってみるか。え、マジでむずくない？あれ、こっちからさ、むずいな。いいバルがあるやな。くそ、愚の骨頂だ。これぶら下がるで行った方がいいのか、これ以上いけないのか。難しい。え、無理じゃん、ここら辺とか。これでいけないの？これは無理なんだ。
マジだる。痛い痛い痛い。うわー、どうすればいいんだろう。早速悩む。あんな端っこどうやっていく？他に行ける場所がある とかないな。どっからだ。ただ降りるとかもできないね。うん。空中制御も効かないし、このゲーム。なんだろう、どうすればいいんだ。あそこどうやって行くんだろう。めっちゃ難くない。この手前ですら難しそう。それはさすがに大丈夫か。あの奥どうやってやるんだろう。一旦別のとこ行ってみよう。やばいじゃん。道を開け。あ、何これ。なんか今惜しかったっすよ。ちょっと待って、こんなんで上げていいわけがない。こんなんでいいわけがないけど、すげえ、すげえ惜しそうだから。あ、ダメだ。何？四方の軌跡を正しく叩け。この地の断りを正しく叩けた者に道は開ける。この地の断り、なんのこっちゃ。これがマジでめんどくさいな。どうしような。どう、他に飛び降りる場所ないよね。あそこからだけでこれ全部ひっくり返せるもんなのか。果たしてアイテムなんかあったっけ。爆弾なんかあったってしょうがないでしょ絶対。ちょっと試しに投げてみるか。どうなる？何も意味ないか。まあそりゃそうだな。他のとこも探してみるか。ちょっと一回なんか別のものがないか。とりあえずここにはなさそうで、この上も行けなさそうだし、一旦戻ってみるか。じゃあでも一旦戻ってもここ以外行ける場所なかったような気もするな。リセットされちゃうかな出たら。でもリセットされないとクリアできなかったりするかな。あそこのひっくり返すの。あ、なんか風とか何も意味ないな。なんか他にアイテムあったっけ。ないよな。まあいいや。他には行ける場所ないか。うわ、ルピー。おい、なんか怪しいと思ったら絶対取るから。それで謎解きの音鳴る？あとは何かな。この水車とか絶対回すだろうな、こっちに持ってって。あとは？水中にもいんの？水中のスライムが絶対溶けて死ぬだろ。普通もクソもねえか。こんな生物いないんだから。こっちも銀ルピーある。拾うで。ほい。やばい、溺れる。よいしょ。呼吸してる暇ないよ。よいしょ。なんか閉じさせたらなんかあんのかな。取るのもちゃんと意味あるもしかして。
あ、真ん中行けんじゃんと思ったら行けなかった。これ何、大石像に刻まれしありがたい印、この地の断りを示す。最初は背中、次は尻、次で右手の甲、最後は左手の甲。最初は背中、次は尻、右。はあ？さっきの鍵のことかな。上下右左ってことか。ちゃんと覚えてこう。また戻ってくるのめんどくさいからな。ちゃんと覚えろ。背中尻右左、背中尻右左、背中尻右左、背中尻右左ね。オッケー。背中尻右左ね。背中ってどっち、上かな。あ、上下右左か正しいのかな。そんな気がしなくもないけど、どうなんでしょうか。あ、戻ってるわ。戻るんだ。邪魔じゃ。意外と短いけん。意外と短い。うわー、近づいてきたの気持ち悪い。おいバカ、背中尻右左、背中、はい、違う違う、背中尻右、わかりませんってなってる。こっちはあそこ行けんじゃね、無理か。これとりあえずひっくり返すのどうやってんだろうな。これだけちょっと、これが一番謎なんだよな。無理だよな、あの奥とかな、絶対に。なんかあるんだろうな、なんとか。まあ いや、一旦戻るか。さすがに何の進展もなく終わりたくはないし。いやでも水のダンジョンはやっぱむずいな。何も解けてないよ今まで、今のところ。こっちとかはさすがにまだ行けなさそうだしな。でももうなくないけど、どこ、あの奥はどうせさ、あの奥ってあの滝みたいなところの奥ってさ、どうせ行けないでしょ。背中、尻、右、左、背中、尻、右手、左手、こいつの背中行ってみるか。こいつの背中行ったらなんかありそうじゃない。最初はそう考えるか。背中何があるんだろう。どこで、あ、ねえ、背中ってここら辺、どこが背中かわからん。背中もうちょい上だよな。でも上に行く道がないからさ。おう、失礼、プロコンのボタンを押しちゃった。こうして登れない。背中、うん、あ、なんかある、上、十字の上、なんだこれ、尻にもあんのか。上、ここにもあるだろう。上下、そういうことね。で、右手左手だから、右手はこっちだったな。これだろ、右手は。右手のどこにあるの。右手閉じさせたから、
こう喧嘩コブら辺もしかして。上下左右、上下左右か。一応見とく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK。上下左右ね。そういうことか。なるほど。ようやくちょっと進んだぞ。しかも、なんか、すっきり進んだわ、今。これは何なんだろうな。これもなんか、今は絶対無理そうだよな。奥とか行けないもんな。ああ、もうまたお前は。近づいてくんな。気持ち悪いから。待てよ。上下左右だよ。バーン上。下。OK! 完璧。消えた。チャラ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 ーンと。気持ちいいな、これ。今のは気持ちいい。もうやめて、雲。嫌いなんよ。雲は嫌いじゃない。こいつらが嫌い。で、いった、こわ、今のすっげえ寒気した。キモ。いや、雲が嫌いみたいだけど、雲は別に嫌いじゃない。もう一回言うけど。嫌いなのはこいつら。マジで無理。あ、こっちなんか道あると思ったら、え？登れるだけじゃん、もうこれ。え？何のために存在してんの、これ。え？ん？意味わからん。は？どういうこと？何が起きてるんだ？え？マジなんもない。何これ。とりあえずあいつら落とすか。え、どういうこと？あ、当たらんかった。どういうことか。これ全部表向ければいいのか。え、当たってないね、今。今は当たってないのか。あれ、どうすればいいんだろう。全部反対向ければいいのかな。反対向けてみるか。でも反対向けれる？全部。え？ああ。道があったのか。全然気づかんかったわ。たまたま落ち込んした。あそこにもあるじゃん、じゃあ。あっちも行く。落ち込んしたとか、いつぶりに言ったかな。今時こんな言葉使う人いるんかな。で、こっち行って、これもひっくり返して、道開けばいいのか。バカチンが。登って、途中で手離せばいいですか。ぶら下がって、ああ、よいしょ。フレームレート。こっちはあれか。金だけか。じゃあ行ってみるか。あ？行ってみるかって言っても、ここも金だけ？違う。これ右ある。邪魔じゃ！待って、これやばくない？これ一発で通り抜けれんかったら、あー、なことはない。おお、リンク、人間やめてんな。戻ってきちゃうんじゃないの？あー、で？地図かな？なんだ？ドゥル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 。予想外のものだった。え？鍵？使わなあかん扉なんて見つけたっけ。え、鍵を渡されましてもって感じなんだけど、どこにあった鍵使う。あ、あった、正面にあるわ。何言ってんの、ちょっと座り方が
手のぶつからない座り方してたら腰痛くなってきた。よいしょよいしょ。これで真ん中が開くか。お前の腹開けろや。んで？なんだ俺。全然ゼンマイ侍じゃん。なに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 。絶対ここ開いて水降って入ってくるでしょ、中に。もう見たもん。見た記憶あるもん。風だ。風か。本当に風か？違った。なんだこれ。なんか、なるほど。下降りるか。開いた。開き忘れた。もうお前みたいなやつはね、適当でも勝てる。適当でも勝てるよ。あ、適当にやらん方がいいわ。適当にやらん方がいいわ。ん？悪魔、あ、なんだっけ？なんだっけ？悪魔の使いじゃなくて何だっけ。ドラクエにいるよ。めんどくさ。ガラ空きだぜ。右左右上いるまへんのかい。いるまへんのかい。めっちゃひるんでるんだと思っちゃうわ。はい、え、今ので注目しないんで、そっちみんなちょっと横から。おれ。は？嘘でしょ。今のパリそんな風にしてかれる。ギョギョギョ。ハートハート。あ、バカバカバカお前。ハートもバカ。緊張。いや、分かってんのになぁ。狙いは全然定まらないんだよね。どうしても。ちゃんと狙わないとさ、思い通りなの。え、月じゃダメなの？ほら、分かっちゃうんだよ。なかなかの月よ、もう。やばい、マジで。ヒットアンドアウェイがいいかもしれない。うわ、お前転がらね。とりあえず回転切りでこう時間稼いだ方がいいかもしれない。違う、そっちにやってない。あー、やばい、死ぬ、マジで死ぬ。あ、おぶ、おぶ、おぶ、ほらもう困ってんのに。あー、死ぬ。あ、ちょ、マジで難しい、この剣をちゃんと思い通りに振るの。ジャイロっていうものをな、全然やんないからな。てか Wii の頃はもうちょっとさ、なんて言うんだろう、センサーっていうか、な、向きが分かりやすかったのかな。多分 Wii の方が狙いはしやすそうだよね。よし、こんなやつとまさかの第2ラウンド。最初はそういうの少ないのか。最初は剣少ないから結構いいんだ。なんとなく方向性あったらいいけど。どうなんだろうな、右行ってきてないな。あ、こいつひるまねえのが。なんで縦に振ったやんだから。ああ、こうなっちゃうんだな、ほんとに。ハート、ハート、ハートと置いてくんの、それもマジでうざいな。
一回弾かれるとチャンスだと思って攻撃してくるから余計に誰か何あ落ちた。あほら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 、あーそれはこいつ、うーんヒット、危ない、危ねえ、危ない、2個食らうんだあれ、あのクロス指、あっ縦すらできない、あれ危ねえ、それ弾いた時にやってくる、それが一番やばい、うえっ、うえっ、あー向け、うえっ、なあ危ない、3やって、2やってからチャンス、うわー、うん、くわー、1回しか殴れないのか、はい、して痛い、痛い、ひるんでんのか、やられてるのかが、ひるんでんのか、殴ってるのかが、ね、見分けつきづらいな、こんなんさ、仕方なければよくね、これでいいやん、あ血が出てんの、危なは、よっ、え縦に振ってるの、横に振るんだけど、この人センサー一回戻せた、いやダメだ、むずっ、おカウント取れた、あーハート痛い、なんで、やばい死ぬ、おーい、あすいません、いやなんか地味に強かったのってか、振り方がなってないことが現れたな、斜めとかマジでむずいよな、どう考えたら、あでもこれだとなんか普通に触れてんの、あーでも縦横手首だけでやろうとするからダメなのか、腕ごといったらいけんのか、腕ごと行くのはマジでむずいな、ちょっとマイクの位置を変えないといかん、あ何これ、絶対いいアイテムでしょ、ほい、いやワイヤー来てくれ、ワイヤー来い、え無知、嘘でしょ、そんなの無知、何これ、ゼルダに叩いてもらえばいい、そのためか、待って戻れないけど、そういうことね、おー、なるほど、面白い、これワイヤー、俺が思ってたワイヤーってもしかしてこれ、あのまさか無知なんてあると思わんかった、なんかだ45分もやってる、これぐらいにしとっか、結構今日はうるさいけど、ちょっと今日はこれぐらいにしとこうかな、今日さそれとかそういうさハスの花とかさ、面白っ、振り方によって結構変な飛び方するんだな、明らかに物理法則狂ってるけど、この無知面白い、ゼルダにあげよう、っていうわけで今日はここまでにしまーす、しまーす、っていうわけでまた次回お会いしましょう、バイバイ。
あ、おかしい。こうだ。バイバーイ。お、これでもいっぱい触れる。あ、触れんかった。バイバーイ。